どうもムリトンです。今回は新キャラのキャッスルを使っていきたいと思います。で、これすごいのが壊れかけたアーマーパネルを無理やり回復させる力があるんですよ。固有アビリティ再生を覚えてしまったんですよね。まあこれを言ったところでみんな、いやー俺いつも騙されてっけど、さすがにそれは騙されねえわ、まあ信じるんですけどねみたいな感じで、まあ、言ってると思うんですけど、俺は気づいてしまったんですよ。まあ、前回の動画で俺なかなか新キャラが使えないって嘆いて、俺も子供なのにってずっと思ってたんですけど、いや新キャラが使えないなら俺の中で新キャラを作ってしまえばいいと、もうそう思ってしまったんですよね。もうだからね、キャッスルのね新アビリティ再生を覚えることができました。いやこれね見たことないと思う。この技は見せてあげよう。これ開幕できるから来いよ。ほら俺が新アビリティを家側の前で見せて、来た！この火花を張った瞬間に歯がキャッ！こうもうボコボコ出ちゃったけど、こうやって今の訳すと、まあ、あえてアーマーパネルを剥がすと再生させることができるんですよ。で、今の火花は確実にもう、あ、キャッスル壊しといた、キャッスルってほんと弱いよね窓に貼るの、わらとかね思ってそうだけどね、そんなことないから回復させちゃうから。まあね、そろそろね、お前新キャラやってくれよ、こんな技紹介したら俺ずっと勝ち続けちゃうよとかね、もう負けながら言ってると思うんですけど、まあさすがにね、あの冗談抜きで新キャラ多分今週中にやると思うし、まあちゃんと注意書きで勝ちすぎ注意って、勝ちすぎておかしくなりますって書いとくんで、まあ、そこはねもう信じてほしい。俺をやるぜ、任せてくれ俺のキャッスルを。まあね、こいつねほんとね、発売当初からずっといるスルメみたいなキャラだから、もう365日、わこのキャラすごい楽しい、わこのキャラすごい楽しい、わこのキャラすごい楽しいって、もう毎日言ってるもんね俺。365日ずっと、もう4年間ぐらい、もう365日は4年間、まあなんだけどずっとねもう興奮し続けてるんですよ、発売してから。うわやだ撃たないね。発売当初からずっとこのゲームやってるやつはもう脳みそスルメみたいになってっから、もう仕方ねえな。やめてグレネード投げないで。お前ハンマー持ってるなら俺のキャッスルを壊しに来いよ。いやいない、俺どっか行っちゃった。マルボダン変動イージーの人がねずっとね下でスネゲ発動しまくりながら走りまくってっからめっちゃ楽なんだよね。いやね、盾はずるいよ。そんなね、むさ苦し、なになに、モンタの抜け殻が飛び越えてきた。おお、お前、セミか、抜け殻。ああ、オッケー。え、なんでモンタ抜け殻だったんだけど。怖いよ。セミ状態なんだけど、まあ夏だし仕方ないか。あね、皆さんこれねよく聞いてほしいんですけど、最近ね俺クレーム来ることがねたくさんあって、もうそれは何かっていうと、お前のリスナーがいろんなチャンネルで暴れまくってんだけどどうしてくれんだよとか、なんかメルトンお前もうそろそろ変な動画当てるな、大人になれとか、メルトンどこ住みみたいな感じでいろいろなんかこうクレームがねたくさん来るんですよ。で俺なんでみんなこんな美しい教育 番組っていうか教育チャンネルなのに、なんでこんなにみんな暴れてるんだろうって俺思った時に、俺気づいてしまったんだよ。メルトンって誰みたいなコメントしてる人たちいるじゃん。俺メルトンすれば何の動画見てたっけ俺みたいな感じになる人たちがたくさんいるってことに、俺なんかこいつらアホだわみたいなこと言ってたんですけど、それはねなんでそんなこと言ってるかっていうと、みんなメルトンがどこにいるか分からなくなってるんですよ。何が言いたいか分かる？だからメルトンって誰？メルトンどこにいるの？みたいになってるから、いろんなチャンネルでメルトンさんメルトンさんって言っても、いや俺メルトンじゃねえしみたいになって、あごめんなさい人違いでしたみたいな感じになってるんだよ。だから別にね暴れてるわけじゃないんだよ、みんなねメルトンを探してるんだよいろんなとこで。だから別に嫌がらせじゃないんだよ。でもねみんなね気づいてほしい、メルトンはここです。そう。俺メルトンなんだ。そう。ここに、このチャンネルにいつもメルトンはいるし、このチャンネルで世界の音を鳴らしまくる。だからね、もう忘れないでほしい。俺がメルトンってことを。たまにでいいから、思い出してあげてください、メルトンのことを。てか俺メルトンだし。そう、だからね、他のチャンネル行く必要ないから、ここに来ればメルトンいるから、あ、本当だってみんななると思う。だからね、これからコメント欄でね、メルトンって誰ってならなくなると思う。だから安心してください。他のチャンネルでね、メルトン探しはやめましょう。
そういうことなんですよ。クレームしてる人もね、どこ住みっていう人もね、俺はね、ちょっと今答えそうになっちゃったけど、まあそういうことなんですよ。まあ今日はね、いろんな人のチャンネルっていうか、いろんなところのチャンネルからまあ見に来て、お前のリスナーなんてどうせ学ばないからまた暴れるに決まってんだろ、だからみんなパカッとかね言っちゃってる人がもうたくさんいると思うけど、そんなことないから。最近のみんなはね、ちょっと更生され始めたり、まあ今日言ったことによって治ると思うから、ちょっとね、まあ長い間ね、温かい目で見ててくれ。なんだ、ラペってても無駄。スレッチは無理だって。あ、待って、もうこれはもう貼り直しちゃう。再生、待って、今ラペってる、危ない危ない。いやね、それは遅いね。だからね、俺がね言っちゃってるのね、錯覚させるようなことをね言っちゃってるのがまずいなと思って。でもね、それにも耐性がつき始めて、メルトン息臭い、あ、口で息して画面から跳ね返ってきた自分の口の匂いだったみたいなね感じになってる人たちもいるんで、だからね、息の臭さが俺の臭さだと思ってたら自分の息の匂いだったってね再認識してる人もいるんで、だからこれってメルトン探しししなくなったってことなんですよ。だからね、見守っててください。何？下にいるの？俺もう逃げる。何？震えちゃった今。ビビって震えちゃった。待って、負けたくない、待って。え、でもね、俺はこういう時主人公だからね、戦っちゃうんですね。ええ。やーん。立ち格。やだ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 。まあね、これね、余計に新キャラ使えないんですよって動画出したら、なんか俺とマッチした瞬間、え、何これは、もしかして新キャラバンしないといけないのみたいな雰囲気があるんですよ。え、なんで抜けたの、これは謎い。そうで、なんか雰囲気があってバンされちゃうんですよね。え、なんか新キャラバンしないといけない雰囲気な気がしてみたいな人もいて、で、あとはね、ファンチがメルトンじゃん、バンしようぜみたいな、にっこりしながら言って、あー、バン気持ちいいとか言ってもっこりし始めるから、もうファンチたちはね、もうちょっと許さないかなと思うけど、え、新キャラってバンしなきゃいけないフリなのかなみたいな、ちょっと純粋なね人たちがね、なんかバン しちゃうのはちょっと俺違うかなってなっちゃってんだよね。ほんと許してほしいね。世間は許してくれないのか。なんでだ、俺にそろそろね刺激ちょうだいよ。てめえ中央界か。いや、これは IQ 高いから。え、なんでやれないの、死が確定する。それは生きてる、オッケー。でもこれはね、俺ゴリ押しちゃった。もうね、そろそろね、皆さん許してください。俺に新キャラで遊ばせてください。あ、でもカジュアル行けばいいのか。それは違う。まあもうね、しっかり俺がメルトンですっていう風に言ったから、もうコメントなんでね、で、お前って誰なのっていう風にならないようにね、もうちゃんとコメントしてください。お、このチャンネルにメルトンいるじゃーんみたいに、ちょっと喜んでください。俺がここにいるってことを思い出して、俺を。あとね、これね、本当にね、これマジで言うけどね、他のチャンネルでね、絶対暴れるなよ。俺もう言ったからね、はい、バリアーって感じ。もうこれでね、おい、メルトンってやつ、調子乗ってんぞ、炎上させたろとか思われても、俺も、おや、もう僕言ったんで、つって、はい、バリアーみたいにするから。あ、違う！いや、でもね、俺これ知ってる。サーバーにいる。不正解。死ぬって、そのバカ。あら、いや、ダメ、大丈夫、これは。もう一回行くぜ。仕掛けるぜ。はい、いや、もう、これはもう、反応速度。そういうこと。いや、もう、フラバンかかってね、俺、位置わかんないってなっちゃう。こういうこと。右手。右手だから。ゲームは、FPS は右手。そういうこと。待って、階段降りてきてるのかな。落としどこい。あ、なんか嫌になってきた。逃げようかな。もうそう、だからね、みんなね、メルトンってことがね、もう分かってもね、他のとこで、メルトンさんどこですかってならないでね。俺も言ったからね、はい、バリアだからね。一切責任は持ちませんよ。はい。あ、なんでやられてるのかね。あ、いい、うん、スモーク。それはどこから取ってきたのかい、とうとうかい。危ない。
いや、リテイクはちょっとないな。しなくていいな。はい、俺の餌いただき。おーうまい。はい、ということでね、もう強いんで新キャラです。ということでメルトンでした。バイバイ。あ、みんなほんと新技だから使ってね。あれは強いから強いのか。